じゃあ今日お願いします。今日どれぐらいに切りましょうか。顎ラインぐらいに。はい、わかりました。顎ラインぐらいだとこれぐらいですか。ちょっと重めのラインで、まあ顎ラインぐらいので、表面もちょっと動きが出るようにしましょうか。これは毛先やパーマかかってる感じですか。でちょっと毛先も傷んでるところもありますし、なるべく毛先のパーマもちょっと生かして、で一本一本がちょっと広がりやすいところはなるべく収まるようにカットしていきましょうか。まあ、伸ばしながらもちょっと流れやすくなるようにカットしましょう。わかりました。普段自分ではブローとかしますか。俺はあまりしない。いや本当にバーッと乾かすために最近、ちょっと自然乾燥でも簡単にできるようにちょっとカットでうまくやっていきましょう。はい、こんな感じでいくといいと思います。